初登場はキャッチャー以外を守れるユーティリティ。7月にアウトカウントを間違えてボールを観客席に投げ入れてしまった。特殊能力は超走塁二重丸。背番号を7へ変更。交流戦後から単打と出塁に徹する打撃スタイルへ一新した。後半戦も好調で45試合連続出塁を記録。さらに規定打席到達でシーズン無併殺打を記録した。アニバーサリーで初選出。日本シリーズではさよなら満塁ホームランを放った。ベストナインで登場。推定年俸は1億円で契約更改。ミートが強化され称号で A を狙える能力。オールスターに初出場し担当選手賞を受賞した。特殊能力が超選球眼二重丸。3年ぶりに盗塁王のタイトル。2年連続ベストナインで登場。自身初のゴールデングラブ賞も受賞した。開幕からセンターのレギュラーに定着。史上75人目の通算200盗塁を達成した。特殊能力にチャンスが追加。ホームランは2桁に到達し、フォアボールは96個でリーグトップを記録した。2年ぶりアニバーサリーで選出。2年連続3度目となる盗塁王のタイトル。タイトルホルダーで登場。2年連続でゴールデングラブ賞を受賞した。センター守備適性が A に強化され、特殊能力にラインドライブが追加された。クロスピーセレクションで登場。初号の電光石火でミート A、走力 S は強すぎる能力。ステータスが下がってしまい、6年連続30盗塁とはならなかった。それでもタイトルホルダーで登場。3年連続ゴールデングラブ賞を受賞した。開幕2戦目、通算1000本安打を達成し、7月には史上46人目の通算250盗塁を記録した。打率、出塁率、盗塁技術は球界トップクラス。12月にポスティング申請が行われたタイトルホルダーで登場。4年連続でゴールデングラブ賞を受賞した。メジャー移籍とはならず、日本ハムに残留。ミートが A に強化されたが、開幕から不調に落ちた。それでも8月には通算300盗塁を達成。そして自身4度目となる盗塁王のタイトル。日ハムをモンテンダーとなりイーグルスへ移籍。3、4月は絶好調で月間 MVP を初受賞。モイネロから同点スリーラン、えぐすぎ。しかし5月以降は不振で絶不調。それでも外野守備ではリーグ最多の10個の捕殺を記録した。未だ西川、遥かに続いた道を走れ西川、輝くその日まで、かっ飛ばせ西川、遥か目指す位置だ、狙い定めて輝く勝利の道切り開け。